はい、皆さんこんにちは。レスト福知山の外科です。今日の地理の勉強は南アメリカ州を眺めてということで、ざっと南アメリカ州を眺めて、見える特徴などを確認していきましょうと、まあ、南北に長い大陸です、ね、自然環境はどんなになってるのか、どんな地名を覚えといたらいいのかということ、それから2つ目にはそこにどんな人たちが暮らしているのか、どんな戦いがあるのかということね。それから、最近の、まあ、トピックスというか経済が発展しているわけですけど、どんな話題があるのかという、こんなあたりをコンパクトにまとめてみたいと思います。じゃあよろしくお願いします。で、地図帳を広げて、地名を見たらね、もうキリがないわけです。ですけど皆さんは、まあ、とりあえずこれを覚えてくださいね。アンデス山脈が背骨ですよと。アンデス山脈から、東の方にアマゾン川が流れ出てますよと、アルゼンチンの方にはパンパと、いわゆる草原が広がっていますよと、まあ、小麦畑地帯になっていたりしますよと、その3つはまず頭の中に入れてください。でその3つが頭に入るようでしたら次の2つ、ギアナ高地、あのベネズエラとかね、あっちの方ちょっと高いところがありましたね。ギアナ高地と言います。それからブラジルもね、高原なんですね。ブラジル高原、結構乾燥した高原地帯になっています。この辺りを、覚えたら覚えてください、ね。本当はね、アマゾン川だけじゃないです。ラプラタ川も覚えてほしいんですよ。あるいはアマゾン川の流域のジャングルのことをセルバって言うんですよ。これも覚えてほしいんですよ。あるいはパンパの人がね、偏西風が、冷たい冷たい偏西風が吹きすさぶような一帯でね、人はほとんどおりません、ね、羊がかろうじて飼われているような地帯なんですけど、パタゴニアというね、地帯も地方もあるんですね。そんなあたりも、本当はね、本当はですよ、覚えてほしいですね。地理っていうのは南北の細い国がありますけど、ここはね、寒流が流れて、冷たい寒流が流れてて、寒流が流れてるところっていうと気温が上がらないから、ね、もくもくっと湯気のように、ね、お湯のような海水からもくもくっと湯気が湧かない、つまり雨が降る元になる雲ができない。だから地理のここにはね、アタカマ砂漠っていう砂漠もあるんですよ、ね。実はサハラ砂漠以上に世界で一番雨が降らない砂漠、ここアタカマ砂漠なんですよ。まあ、そんなのもあるんですね、まあ、まあ言い出したらいろいろなるので、これぐらいにしておきましょう。南北に長い大陸ですけど、こういった、自然の産物ね、自然のいたずらというか自然の産物がありますので、まずは頭の中にしっかり入れておいてください。でそこで、昔々ね、ベーリング海峡が陸続きだった頃に、数万年前、から1万年前ぐらいまでがそうなんですけど、アジアの方から、ね、アジア系の人が移住してきた、広がりました。それが先住民です。先住民の人はね、インド人、誰がそんな名前つけたのかというと、コロンブスですね。コロンブスが自分は、インドに行ってきたと、インド人に出会ったぞと言って、信じて疑わなかったのね。でも実際には南アメリカ大陸とかアメリカ大陸の先住民の人たちのことをインド人と間違ってしまってたということに後々分かってくるんで
ですね。なので先住民の人々のことをインディオって言います。インディオ、インディオって言います、まあ、スペイン語でインディオって言います。英語で言うとインディアになるんですね。まあ、最近はインディオっていうふうに、言いますので、まあ、それに合わせておきましょう。で、その先住民がね、先住民が、まあ、メキシコの方だったらアステカ文明とかね、それから、ユカタン半島っていうのがあるんですけど、ユカタン半島の方ではマヤ文明とかってね、いうような文明を築いて、いましたし、でまたアンデスの山中には今のペルーとかボリビアのあたりを中心としてインカ文明とかいうのがね栄えてたんですよ。でも、まあ、アステカもそうですけど、このインカ文明、ね、スペイン人やポルトガル人が発見、まあスペイン人が発見してね、そして征服したんですね。金やら銀を奪っていったというわけなんです。でそれだけではなくって、スペインやブラジルに入植してきたポルトガル人は何をしたのかというと、主に3つのことをやってます。キリスト教、カトリック教の、ね、布教というか、カトリック教を信じろっていうわけです。信じない先住民はどうされたのかというと、殺されました。金や銀が取れる鉱山の教えを知らないのなら、鉱山、鉱脈を探しに探検に行くぞ、探検に行く道案内をせよっていうわけです。で嫌だと、もしインディオが言ったらどうしたか、殺したんです。金とか銀が発見されました。そうしたらどうなのかというと、インディオはほとんど死ぬまで、ね、働かされました。金や銀を掘る労働力として、ね、消耗品のように扱われてきました。農場でもそうです。商品作物を作り、そして売れるものを作らす、ね、プランテーションが展開されました。どれもこれもヨーロッパ白人の都合で強制されたものです。先住民インディオの人にとってはとんでもない嫌なことだというわけですけど、逃げるわけにもいかない、ね、逃げる方法もないという中で、泣く泣く従うしかない。従ったところで、ね、消耗品のように扱われて、こき使われて死んでいくしかない、そういうような悲惨な時代がありました。そんなことで先住民の人はあっという間に人口をとても減らしました。ヨーロッパ人が持ち込んできた、ね、病気、例えばインフルエンザなどによってもものすごく抵抗力がなかったので人口を減らしました。でそれを補うためにアフリカ大陸からアフリカンス、黒人の人はね、この人たちも気の毒です。物です。完全な労働力です。奴隷として運ばれてきて働かされていくわけです。鉱山で働かされたり、プランテーションで働かされたり、ね、どちらでもとにかく死ぬまで働かされるというのは、そういうことだったんです、ね。でもね、 100% 全ての人が死にたいというわけではなくて、生きて子孫を残しコミュニティを作ってた、作っていった、そういう人たちもいるわけです。で気がついてみたら、現代ではもう先住民の人とインディオの人と白人の人、それからアフリカから連れてこられた黒人の奴隷の人を先祖に持つ人たちが、いつの間にかね、部分的にとか、あるいはかなりの割合で、ね、ハイブリッド、混血、まあ、結婚をして子供ができた、ね、そういうような中で、遺伝子が
混じり合っているようなそういう状況が出来上がっています。でところでね、インディオと、ね、白白人の混血を何というか知ってますか？インディオと黒黒人の、ね、混血を何というか知ってますか？あるいは白人と黒人の、混血を何というか知ってますか？皆さんは聞いたことなかったと思いますので今から言いますよ。覚え方も言いますよ。黒人とインディオの混血がサンボと言います。インディオと白人の混血がメスチソって言います。白人と黒人の混血がムラートって言います。ややこしいですね。ややこしいので先生はこういうふうに覚えます。いい覚え方ではないような気がします。違ういい覚え方があったらそっちの方で覚えてください。でも先生はこう覚えて間違いのないように、気をつけています。むむ臭い飯って覚えています。お弁当をこう食べようと思ったら、ね、暑い季節なんかは、ね、朝お家の人に入れてもらったのが食べようと思った時に、ね、腐ってて食べれんな、そういう経験をしたことが私はあります、ね、そんな状況を思い出してください。んちょっとおかしいぞ、うん、臭い飯こう覚えてるんです。これがどういうことかというとこうなんです。うん、臭い飯こうなんです。こういう順番に覚えてるんです。ムラート、フロ、サンボ、インディオ、メスチソ、シオ、モモ臭い飯、うん、こういう、ね、図をねパッと書くんです。で、クは黒、シは白、イはインディオ、でその間がメスチソとかムラートとかサンボ、こういう並びになるように私の頭の中は整理されています、ね。ムラート、サンボ、メスチソ、メスチソはひょっとしたら聞くことがあるかもしれませんね。ムラートはあんまり聞かないと思います。サンボもめったに聞くことはないと思うんですけど、でもそれぞれの、混血の人をそんな風に呼ぶ、呼び方があり、実際にそういう人がいて、で、まあ、混ざり合いながら暮らしていると、ね、例えばメキシコなんかだったらメスチソの人が多いし、また別な国ではムラートの人が多いしとかね、どの系統の人が多いかというのはそれぞれの国に結構特徴があったりするので、まあ、興味のある人はそんなあたりを調べてみると面白い調べ学習のテーマにもなってくるかもしれませんね。混じり合ってるんです、いろんな人が、ね、そういうところなんです。こんなところは地球上うろっと見渡してもないです。やっぱり南アメリカ州独特ですね。中南米、ラテンアメリカ独特のものですね。だからなんかだからこそまあええかみたいなね、明るく楽しく時には踊ろうか、そういうようなねカーニバルなんかが楽しめるのかもしれませんね。うん、はい、最近の経済のトピックスとしては、
ね、昔ながらのジャガイモやトウモロコシの栽培だけじゃなくて企業的な農業、これはまあプランテーションの延長ですけど、コーヒーとかバナナとか大豆とかをね輸出用に作るのが大々的に行われるようになってきていますけど、それ以上に注目が集まっているのはやっぱりね、鉱物資源、鉱産資源が豊かなことです、鉄鉱石だけじゃないですけど、売れるんです、ただね、地下資源の例えば鉄鉱石を露天掘りで売れるかと思ってったりします。そうすどうしてもね、森林が減少していきます、焼き畑なんかも大々的にやったりしますと、牧場のためにものすごい森林の減少が起こってますので、やっぱり環境問題の、観点から言うと、ちょっと、ブラジルの経済の発展の仕方は注意をしていかないといけないかなと思います。でそんな中でブラジルの人自身が面白い取り組みをやっています。私たち日本で暮らしていて自動車に乗る、ガソリンとか軽油を、ガソリンスタンドで入れますけれども、ブラジルの人はねガソリンスタンド行くんですけど、車の中に何入れてるんや言うたらね、バイオエタノールっていうやつ入れてるんです。ガソリンスタンドでねガソリン入れません。でそのバイオエタノールって何や言うたらね、サトウキビから作ったサトウキビギューッと絞ったら砂糖ができたりするでしょ。でその絞り汁をね発酵させてね、アルコール作るんです。バイオエタノールっていうんです。でそれをガソリン代わりに車が動くっていうんだからね、ブラジルに行ったらバイオエタノールが自動車を動かしています、走らせています。再生可能エネルギーの一つですねこれね、これなかなか大したもんだな、注目をしたらいいと思います。日本でも、沖縄とか鹿児島県奄美大島なんかだったらサトウキビ畑が、いっぱい広がってます。東京都でも伊豆諸島とか小笠原諸島、なんかだったらサトウキビの、畑が広がっています。でそれを砂糖とか地元特産物の黒砂糖のお土産を作るというだけじゃなくて、あるいはサトウキビから焼酎を作るとかいうね、自給自足的な昔ながらの、暮らしも一ついいんですけど、例えばちょうど地球の反対側になるんですけど、日本でもバイオエタノール作ってみたらどうなるんでしょうね。面白い、日本でもできる再生可能エネルギー。日本で再生可能エネルギーといえば風力発電とか地熱発電とか、そんなのがよく言われるんですけど、日本でバイオエタノール、サトウキビ畑が広がってる、それを新しい仕事にしていったらどうでしょうね。東京の離島、鹿児島県南西諸島の奄美大島などの離島、沖縄、観光に頼る沖縄じゃなくって地場産業として、バイオエタノール産業、そういう関連の企業が生まれてきたらまた何かが変わるかもしれませんね。環境に優しい、面白い、ガソリンが作られてるっていう、使われてるっていうこと、ブラジルです。今日のところは、ちょっとしたトピックスを、紹介するぐらいにしておきたいと思うので、これで終わりにしたいと思います。はい、ありがとうございました。